では地形図の使い方について説明していきます。地表の起伏や土地利用を一定の約束に従い平面上に縮小して表した地図のこと。これを、地形図って言います。要はこういったものです。記号を見ることによって、例えばこれ小中学校だな、郵便局があるな、とか、ここは畑になっているんだな、とか、あるいは山の高さはどれぐらいあるんだな、っていうのがわかるように書かれている地図を地形図って言います。で、これを発行しているのが国土地理院というところです。で、実際の距離を地図上に縮小した割合のことを縮尺って言います。で、最もよく使われているのは2万5千分の1の地形図です。で、次、ここ大事です。2万5千分の1の地形図では、地図上の1センチは実際の距離の250メートルに当たります。5万分の1の地形図では、地図上の1センチは実際の距離の500メートルに当たります。で、これをどうやって計算するかなんだけど、例えば2万5千分の1の地形図の場合、2万5千分の1になっているんだから、逆に2万5千倍にすればいいんです。2万5千をかけます。すると、1センチかける2万5千だから、1センチが2万5千センチに変わる。これをメートルに変えると250メートルです。っていうふうに、直していきます。ただ、毎回こうやっていくのも、ちょっと大変なので、僕はこういうふうに考えます。2万5千分の1の地形図。1センチがどれぐらいかなんだけど、小学生にあげるお小遣いぐらいって考えます。小学生にあげるお小遣いが2万5千円だったらやっぱちょっと高いよね。で、2500円でもちょっと高いかなって僕は感じます。なので、250円ぐらい。で、これが25円だとやっぱ何も買えないです。同じように、5万分の1の地形図でも、お小遣いが5万円はちょっと高いかなって思う。5000円もちょっと小学生には高い気がします。なので、500円。これも50円だとちょっと今何も買えないかなって思うので、お小遣いとしてあげるとしたら、これぐらいかなっていう感じで、僕は覚えてます。では、地図記号の確認です。まずは、上の方から警察署、消防署、病院、郵便局。で、次に、似たようなものをセットで覚えていきましょう。二重丸は市役所。丸一個だけだと町村役場。分という字が書かれていれば小中学校。それが丸で囲まれていると高等学校になります。で、次に、これが工場。2本、線を伸ばしたのが発電所。で、次は、比較するものです。こちら、卍の形をしているのは寺院、お寺です。で、鳥居の形をしているのが神社。で、この形。形そのものを見たら、イメージしやすいよね。風車。で、次、三角点。三角点に関しては、経度とか緯度、あるいは標高っていう、高さ。その基準になる点のことです。で、比較的最近、できた地図記号っていうのは、この記号自体が、そのものをイメージしやすくなっています。例えば、こちらは本をイメージして、図書館。で、こちらは杖をイメージして、老人ホーム。これはもうそのものだよね。温泉。
地図記号を確認していきます。何を、表しているのかを答えてください。バラバラにいきます。土地利用を表す地図記号を確認していきます。上から順に田、まあ、水田も、これに当たります。畑、果樹園、茶畑、広葉樹林、針葉樹林。はい。まあ、葉っぱがこういった、まあ、丸っぽい、広がった形が、まあ、広葉樹の葉っぱです。はい。に対して、葉っぱがこうやって、まあ、先に行くに従って、まあ、尖ってるやつ。はい。こういったものが、まあ、針葉樹の葉っぱです。はい。だから形そのものを、表してるって考えてください。では確認です。まあ、数が少ないので、最初から、まあ、バラバラでいきましょう。はい。等高線について確認していきます。海面から高さが同じ地点を結んだ線。はい。これを、まあ、等高線と言います。で、等高線には、2種類あります。経極線と主極線です。はい。まあ、主人公の主って書いてるぐらいだから、これが大事な線です。主極線。で、経極線に関しては別になくてもいいです。はい。ただ、あった方が見やすくなるよねっていうものです。はい。例えば、今、5万分の1の地形図で、まあ、ちょっと話をしています。はい。5万分の1の地形図の場合、主曲線は20メートルごと。はい。なので、例えば、今、この2番目の線が100メートルの場所だとしたら、さて、じゃあ、山頂って何メートルの高さにあるのか。はい。こっから全部100、120、140、160、180って、もう全部数えていかないといけないです。はい。ただこれが、経極線、100メートルごとに引かれています。っていうのが分かってれば、今ここが100メートル。この最初の太い線が100メートルであれば、次の太い線が200メートル。あとはもうこっから数えていけばいいんです。200、220、240、260。はい。っていうふうに、経極線があることで、見やすくなるよねってことです。読み取りやすくなる。はい。確認です。細い方の線。太い方の線。はい。2万5千分の1の地形図では、この細い線は何メートルごとか。はい。
で、5本ごとに、これが、太い線に変わるので、これを5倍したものがここに来ます。で、次、5万分の1の地形図では、細い線は何メートルごとに引くのか。で、太い線は5本ごとに引くので、これを5倍したものがここに来ます。等高線の形状について確認していきます。はい。等高線の間隔が広いところ。まあ、こういったところです。間隔が広いところは、傾斜が緩やかです。はい。に対して、間隔が狭いところ。はい。ってのは、傾斜が急になります。はい。よって記号で言うと、緩やかなのは B。急なのは A ということがわかります。次に、尾根と谷について、説明していきます。尾根って言ったら、周りよりもこうやって高くなっているところ。はい。まあ、この部分ね。はい。これを、まあ、尾根と言います。に対して、谷って言ったら、まあ、単純に周りよりも低くなっているところね。はい。こういったところが、まあ、谷です。はい。さて、山頂から山麓に向かって張り出しているところ。はい。これが、尾根になります。はい。山頂があって、まあ、ふもと、山麓があって、山頂から山麓に向かって、この等高線が出ていってるところ。張り出しているところ。はい。これが尾根になるので、この場合記号で言うと C です。はい。に対して、山麓から山頂に向かって、まあ、食い込んでいる。はい。山麓からまあ山頂に向かって等高線がこうやってまあ向かっている、食い込んでいる。はい。これが谷です。はい。よってまあ記号で言うと D になります。